はい、どうもリッチです。さあ今回もワールドボックスパワーボックス遊んでいこうと思います。さあ今回はね、こちら九州を大量の国をね置きまして、まあ四国にもねちょっと国を置いて、こう戦ってる隙に四国で一カ国でかいのを作って、こう攻め込んでいくみたいな、遊ぼうかなと思います。で、まあ、できる限り作りたいんで、今回はね、まあ、こんな感じできるわけですけど、こうね、このメイクコロニーを使えばより多くできるので、もう隙間なく埋めていきたいなと。これをつけるよね。どうかな？できれば押した瞬間にできますかね。これこれどう？来た来た来た。あ、でもこれあれか。ここの国のやつか。あ、これ作って、独立させて、独立させて和平すると。あ、これは、これでいいんですね。ちょっと維持させないといけないんで、最初はね、各地切って、帝国主義はまあつけてもいいか。これ死にづらくしとこうかなと。まあ、動物はもう平和にね、行きましょう。これまあ滅びづらいかなと。孤立してるとこを狙えばいいんだね。言い方あれですけど。ちょっとじゃあ人間もね、もちろん作りますよ。ここはオークかな。竜造寺なんてオークですからね。大友寄りかな、じゃあ。ドワーフ、エルフと。で、まあ、このね、パワーボックスの機能を使えば、できる限り細かく、ね、できると思うんです。国がいっぱい。それもいっぱいね。だこいつを、ここら辺ね。ここら辺で押すと。で、押した瞬間に、できる場合できるんで、無理なら、北に動かしてっていうのを繰り返すわけですね。ここくらい。いやあんま動いてない。あー、それちょっと遠いかな。どう？ここ。あー、ダメですね。なかなか難しいか。どこまでならいけるか。ここはいけるか。まあ、遠いよね。遠い遠い、全然。でもちろん独立と。こんな感じで国が増えていきます。小国乱立ね。できたらね、50くらい、九州50カ国を目指したいなと。で四国にはエルフを置きましょう。理由はないです。あ、これこれこれ狙える、これ。チャンスチャンスチャンス。独立チャンス。はい、来ました。まあ、最初はあってもいいかな。独立後ででもいいもんね。とりあえず増やすことを念頭に。木を切りに行った人が独立していくと。そういったね、展開でいきましょう。出ないか出ないかな。だから広がる前に増やしていくイメージね。もうちょっとこれは持っていきますか。ここできないかな。こんな狭いところに何個持って通常置けないですから。あー、じゃあもっと北だね。なんとかなる、なんとか。君次第さ。国を思う国を作るというその意思を見せてほしい。なんとかなんとかなんとか。オッケー。じゃあここでね、私はもっとね、まだまだ別の手を使います。土地が多分足りないということに起因してると思われるんで、であればでね、ここ削ればいいと。滅びない程度に削ればできるわけですよ。いや、まだまだまだいける、まだいける。こいつやる気ないのかな。あ、来た来た、よし。よしよしよし、ナイスナイスナイス。さあこのようにね、前回使いましたこのエキスパンドシーボーダーズじゃない方のね、このリデュースティーズボーダーズを使って、あとメイクコロニーを使って増やしていくと。なんで一応味方としてはこっちの方がいいかな。だからここもちょっと無理やりもう一個できないかなと模索しましょう。模索するものではないと思いますけど、こう今こうなってますね。こっから磁石を持っていきましょう。ここにできたらもうすごい乱立状態ですよね。もうちょ、いや、消せ消せ消せ、補足しろ補足しろ。よしよしよし、
で作ろう。いやこれはできそうだね。もうないもん全然。ほら来ました。よしよしよし。大国できるんですかこんなんで。その辺が謎ですけどね。このように増やしていくんですけども、ね、この段階で何分くらい経ってるか分かりませんが、結構時間がかかるかなと。ちょっとスピードアップしましょう。まあ、もし小さすぎればいいわけじゃないですからね、もちろんね。まあ、少しこの辺の鳥を持ってもいいかもしれません。さあ、できました。大量の国ができています、今。まずは一つ一つを独立させてね、和平させていきます。これ何カ国になるでしょうかというところですね。独立。はい、あれ。あれ独立になってるこれ。あ、王がいないのかな。星マークがないですね。でも全部バーってかけてって。あとででいいか。一気に和平バーってかければね、いいと思うんで。よし、一応長押しないと効かなそうですね。OKOKOK。まあまあまあ、重量が変わっていくんで、まあ、どこの勢力かちょっと分かりづらくなっていくと思いますが、さあ、何個の国ができたかですね。まあ、ある程度種族はミックスしておいたんで、各地にいろいろいるとは思います。では、全体の和平をばらまきます。まあ、これで、戦いはね、なくなったはずです。ちょっとこの辺怪しくないこれ。あ、そっか。これバーってかければよかったかも、もっと。まあまあ、なさそうかなと。あ、一応。一個ありました。ちょっとありますね。OK でしょう。さあ。できました。じゃあ、国の一覧でいいかな。こんだけあります。バーっとね。何巻だろう。1、2、3、4。ざっくり40カ国くらいあります。九州40国史ね。九州40国史ゲーム始まりました。しばらくはちょっと対戦もなくね、進めていこうと思いますが、まぁ、あ、ちょっと増えてきたらちょっと寿命やね、空腹も切りまして、やっていこうと思うんですけど、クソ狭い国があるね、どう見たって。どう見たってクソ狭い国もあります。さあ、文化これどうでしょうか。まあ一応ね、まあ、コロニーみたいな感じで言ったから、まあ各種、もともとの宗主国の文化を継承はしているような感じではありますね。まあ一個一個作ったわけじゃないから、そこは、文化は少ないと。まあある程度ありますけどね、そんなに多くはないと。さあ、国が多いですかね、とにかくね。こちらはね、まあ、いずれ船を持ってくると思いますが、これどういう風に、もちろん反乱もつけるんで、どういう風に制圧されていくのかですね。おー、国境が一気に埋まってった。隙間がもうなくなったぞ、ほとんど。ちょっとあとこれあるけど、もうなくなりそうだね、これね。海の方までもうね、確定してと。そうそう、凄まじい乱立具合です。どこまで淘汰されるかですね。一覧で数がね、見えないからね、ちょっとわかりづらいですけど。まあ一応40。まあ右合わせ40くらいかな。だと思います。で、まあ人口的には、ここでかいね。島津がいるような場所やね、ここね。島津家って言ったらまあ、信長の初期の試合だとこの辺から始まると思うんですけど、まあその位置にね、いますね。さあ、どうしよう。いつ戦うこれ。将軍はいるこれ、ちなみに。まだまだこれからね、発展始まってますからね。文化レベルは最大で3か。大したもんじゃないからね、もう少し発展をさせたいですが、これちょっと空腹とかどうですかね。大丈夫ですか、畑とかが持つんでしょうかと気になりますけど、もちろんじゃあつけます。ちょっと人口が減るかもしれませんけどね。まあ、しっかりと、生命活動を維持できるように、
食料も得ながらねで一応ねここねモッドのパワーボックスの効果でこのインペアルシンキングで他種族も支配下にできるんでちゃんと戦って支配下に置いていくとそれは問題なくいけそうだね。さあでは戦国蛇に入ります。2倍ほどにしてねどのほど変わっていくのかドゥンと。さあ一気に戦争始まっています。どこがどこを攻め滅ぼしていくのかどこが戦っているのかよくわかりませんさあおっこれ大きさ的にね、まあこうやって2つのところを押さえているところありますけどこうやってでかくなっていくんでまあほぼ同じような規模の男しかないからだって変わっていくのがですね信長の野望でいうとこのなんか仮想シナリオのね1カ国につきねまあ一つの大名みたいな感じの始まり方のようなものなんでどんだけこう拡大していくか一気に独立は起きるのかと。どうですかどうですか。おおこれ色の変わり方すごそうじゃない。だちょっとでもね消滅する場所も生まれてくると思います。さすがにあちょこことか消えたっぽいね。ここね。あーまあ無理だな。燃えちゃったらしょうがないね。高カマーね、ちょっとね、消してほしいですよね。建物に放火するような機能なんでね、放火魔は。ちょっとそれは国を消滅させてしまうかなと。これ新しく置きづらいと思うんで、まあこうやってね、メイクコロニーを押せば、できると思います、もちろん。ちょっとそれで、隙間を補おう。ちょっとでかいの。あ、ここでかいね、ここね。3カ国の大くらいの規模だね。しかも、いろんな種族が集まるから、すごいことになりますよ、これ。将来的にはね。おー、これはどうなる。おー、おー、とった。さがらけくらいにしてでしょうか。おー、色が変わっていく。さあ、近くで見てもね、すごそうですけども、こう遠くで引いてみることによって、色のね、変遷が分かりやすくなっています。戦国時代。もうちょっと早くするか。3枚かな。戦国時代。まあ、ちょくちょく村がね、滅んじゃってますけども、まあまあ、自然的に淘汰されていくのかなと。さあ、デカエルフが誕生しています。北部を抑えたね、大大名。拠点は？あ、3つか。オッケーオッケー。拠点といってもこんな感じですね。まあ、2カ国を支配しているくらいのところは結構いて、3カ国はちょっとまれな状態だね。あ、いいね、いいね。でかい、でかい、でかい。でかくなっていくぞ、どんどん。一気に広げていくと。領土拡大。203人人間だね、ここね。しかし、戦いが起き、反乱も起きて、独立してましたね、今ね。独立も起きると。この中で。この不安定な中で独立さえも起きていくよと。さあ、小さすぎるこの領土。あまりにも小さいこの領土。軍がいないでしょう、これはきっと。抵抗はできるのか。さあ、ここ収まら、ね、統一されないですね。ちょっとね、来てほしいですけど。まあ、軍船はちょっと提供してあげよう。来たければどうぞと。まあ、一席しか置かないんでね。あまり来れないと思いますが。おー、でもちょっと、ね、ある程度確定してきたかなと。これ国が多すぎるんで、これすぐにキャパを超えてしまってね。ある程度反乱のリスクはでかくなるかな。都市数マイナス25、異文化マイナス10、外交マイナス6と様々な要因が乗っかってくるんで、この都市数は重いですね、ここね。反乱のリスクがかなり高いと。ここもそうだね。それで異文化までありますから、かなり大変です。目まぐるしくね、展開変わっていく。常に起きる争いね。やはり多くが強いのかと。ここ大多く帝国だね、これね。で、ここは多く三国志と。長崎オーク三国志ね起きてます。
で、北ドルフ反乱軍に、独立軍にね、統一されましたと。こんなの100人もいるんだね。おーっと、でかい、これはオークでしょうか。オークですね。デカオークがいます。中部、南部の一部、で、あとはまあ西のね、長崎に関してはオークがかなりバッコしていると。南部はほぼオークですからね、そもそもね。それが燃やされていっているのかもしれません。建物は一応残ってはいるか。これ色的にどうなんだ。なんかどっちの消滅した色っぽいですけどね。まあ、一部ここにありますね。エルフたちが奴隷として多くの国の中で生きているよと。さあ、でかいでかいでかい。200人規模の国はちょっとね増えつつあります。さあどうでしょうか。どんどんね、これを広げていくのか、ちょっと進めていきましょう。さあ、かなり太った国がね、生まれています。反乱ですね、ここね。あ、どのようにひっくり返されるのかですね。まあ、そもそも国が多いので、独立リスクが高く、ね、ひっくり返された場合の勢いのかかり方もすごいんじゃないかなと。九州40国市。まあ多分30くらいまで減ったと思いますけどね、地域でいうと。まあ多分残って都市数が30として、国自体もあと10国市くらいのね感じでしょうか。かなり減ってきました。さあ一応まだ人間がいて、ここね、人間ドワーフかな、ドワーフっぽいか、ドワーフ人間だよこれね。あ、これエルフ、人間エルフ、多種族すぎてわからないですね。まあ、ここは明らかエルフとかいるのかありますが、さあこの長崎三国志がなかなか落ち着かないですね。統一したらちょっと強そうですけど、起きてる起きてる、戦い起きてるぞ。ここで決着をつけた方がいいんじゃないかなと。あまりにも戦いすぎたらちょっと滅んじゃうぞと。消滅、あ、お、ナージ取りました取りました。燃えすぎている、大丈夫か。長崎もちょっとね抑えられそうですと。さあでかい、この奥でかいぞ。すごいマイナスだ。すごすぎるマイナスが、すべてが裏切りそう。王は、王は普通です。大丈夫、彼大丈夫でしょうか。足元がグラグラですけども、こんな感じですね。かなり、多くの国を保有してる。あ、ここはもうなんか国境の取り合いでおかしくなったんでしょうね。国境かって取り合っていきますから、ぐちゃぐちゃにされてますね。さあ、文化はどうでしょう、逆に。どういう風な文化なのか。文化圏がもうわかりません。まあ一応、エルフ文化が上にいることは間違いない。人口の多く文化はね、その割にはかなり下にいて、まあ、ドワーフ文化が最下位と。これか。もう誰がドワーフ文化なのかよくわからないですが、まあ、都市を見るとね、その文化が、もうこれドワーフ文化ですね、なのかがわかるよと。まあ、ドワーフ文化、あ、このドワーフはオーク文化に含まれていると。で、このオークはオーク文化というふうに分かれているんで、オークによって例えば人間の文化に含まれているかとかも見れるわけです。まあ、多分その国に住む人の文化がもともとどこだったのかで変わると思うんですけどね。さあ、凄まじい戦いはどうでしょう。ちょっと戻しますね。1000人か。でかいね。ただ、この下とね、まあ、この伊藤家の位置にある、このドワーフは滅びないですね、なかなかね。いや、滅びそう。支配されるかな、これ。3人しかいない。2人、完全消滅パターンきましたね。お、でかい2つができましたね。これもうどこの国かがわからないですが、一応王は誰ですか。王はドワーフっぽいです。王はドワーフの国だね。で、この多くの国はどうでしょう。王はエルフと。多分大多数は多くのエルフの王の国と。すごい状態ですね。能力主義が行き過ぎているんでしょうか。王はね、すぐ変わっていくと思いますが、誰が次なるでしょうか。エルフですね。ほとんど多くのはずなのに。
なるのはエルフと。特に南部に関しては多くしかいないですからね。さあさあさあ、ああ一旦反乱が起きてましたね。押さえて広げてほしいですが、どうしよう、上もちょっと増えてきましたね。こことなんか直接戦ってるシーンはなんか見られないですよね。が独立と戦ってるイメージがありますけど、780人、市民印象マイナス57、外交で高まってるが異文化で種族もマイナスと。てか種族プラスなんてあるんですかね。 あるはあるのか、プラス5。誰の国が、あ一応オークの国はプラスなんだね。エルフ、エルフ、オーク、オーク、エルフ、ドワーフ、エルフ、エルフ、ドワーフ、エルフと。でこの国の王はエルフと。多くの国と仲はいいんだけど、王はエルフっていうね。多くの国判定はされてると思うんです。これすごい状態ですよね。まあ、王じゃないんだと。やっぱ国民大多数の市民印象を受けながら、王は別種族っていうちょっと面白い状態だね。多くがなかなか攻め込まないですね。戦ってる戦ってる。どっちなんだろう、こっちなのかな。おお1個消滅。おで制圧と。これもいっちゃういっちゃう。これもうドドの攻撃しちゃいます。全軍バトル。今日の全軍バトルいきます。さあ全てを滅ぼしていけるか。1000人。だいぶ攻め込んできています。さあ各地でもうね、種族ももう乱れた戦いです。どこの種族が味方とかもないでしょう。エルフもドワーフも人間も入り乱れての戦争と。さあ連合を組んでね対処しています。包囲網と言っていいでしょう。さあ家畜の勢いで進軍しています。豊臣家の九州征伐により北からねどん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 南下していくと。この勢い止まらないでしょう。軍は一応います。南に集結していますが、北はどんどん落ちていくだけかなと。いろいろな国の元になっていきますね。これは独立軍か。独立するんじゃないですかこれ。いよ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 まずそうでありますけども、また落ちる。んこれ独んどういう、ああなるほどなるほど。この真ん中のね国ですね。で、建国もしたようですか。したようですね。弱体化による建国みたいな状態でしょうか。まあこれ敵対はね免れますから。さあ強い国だろうとね、こう神の樹液でね滅んでしまうよと。和平がされないんですね、なかなかね。まあそもそも多分市民印象が良くないんで、和平も遅いのかなと。まあ、じゃあすぐされてね、なんか戦いが激化しないなとかありますが、これはもう滅亡まで待ったなしかなと。この乱れた国、お、あ待って待って待って、これよく見た船で来たやつですね、これね。ようやく来た。これなの、こういう風にこう飛び地じゃないですけどね、こう、関与してほしかったわけです、我々は。さあ、だから決着はつかないですね。蹴りはつくのかって感じですけど、独立はこれ切りますか、反乱ですね。これで、まあまあちょっとエンディングに向かおうかなと。これならね、戦いだけで取り合うんで、決着がつきやすいと思います。ある程度拡大すればね、そこの一強状態になると思うんで、それを潰せるのかみたいなところですね。作品ですが、ここまで減りました。まあまあ、それでも、うん。半分くらいになったかな ?20 個くらい理想ですよね。地域的に言うと。さあ1600、1100、
300、400、600。これは？わからないと。300ね。300が足りないですね。この栗です。すごいことになってますね。ほぼどことも国境が接しているような栗です。ちょ、ここさ、戦わせも統一させよう。もう全部戦わせよう、ここ。四国にはね、ちょっと大きな力を持ってほしいんです。まあ、他が介入してきてもいいです、別に。まあ、ここ多分まだ港ないですからね。まだ港ないですから。あるはあるか。ただ船、軍船作るのは結構長いんでね。港あるくらいでしょうね、きっと。だ九州はちょっと船なしと。だここね、ここ。こうバイキング的進行ね、これが維持されるかみたいな。戦ってるこれ。あ、行ったかな。同じ出力ですよね、これって。別に、どちらでもいいかなと。なので、文化圏だけ違うのがちょっと難しい。あ、ここでちょっと文化違ったんだね。あ、そういう分かれ方したんだ。あー、なるほど。文化複雑だな、これ。オーク文化も残ってて。これ、オーク文化でしょ？これ、エルフか。で、オーク文化、人間文化、ドワーフ文化と残ってます。文化の淘汰はまだ起きていないと。まあ、まだっていうか、まあ、起きないんでしょうね、きっとね。そう、これ、統一されませんでしたね。でかすぎて取れないんだろうな。そんな気がしますね。さあ、2000人います。2000人と1400人。この乱れ方、入り乱れ方はね、だいぶ一気に展開が多くと思うんですけど、戦いはしないようです。関係はどうでしょう。エルフ、マイナス66。まあ、共通の敵というのがね、いるようで、それが関係を良くしています。であれば、それを消してやろうと。すぐ終わったね。こうなった場合にどれなんだこれ。勢力わからないですね。トップが、そこね。トップ多くなんですね。多くなんだ。でこれはこれロイヤルヘローナエルフ。あ、それはエルフなんだね。これはエルフか。種族が見づらいですね。どれがどれなんだと。マオブレイン、エルフですね。オーク、あ、ちなみにあと何かあるんだ？あ、オーク3つ、あ、これ入れてオーク4つで、エルフがあと全部なので、人間とドワーフは事実上、国のトップ、なんだろ、国の多数派としては消滅したみたいです。少数派としては、こことか、これ人間、ドワーフかな？多分、人、いや、ドワーフだね、ドワーフ。いると思われると。でこの辺は人間がいるはずだね。なるほど。あ、ここ取ったんだね。お、来た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 。大国を作ろう、大国を。さあ、一応、エルフ、オーク、ローン、まあ、対立軸になってるんで、だここ、オーク同士が多分戦わないんですよね。で、多分これもオークなんで、南部はだいぶオークが取ってますから、このエルフが多分全部オーク側に向かっていくと思う。まあ、ここはエルフですけど、それ以外全部向かっていくと思うんで、かなり不利なんじゃないかなと。まあ、これはね、時代の進歩でやってみたいんですけど、もうちょ、なかなかやられないな、そいつら。蹴りをつけろ、蹴りを。